バッテリーマリタイムビルの正面で FDR ドライブと接続する東口。バッテリーパークアンダーパスはニューヨーク市マンハッタン区バッテリーパークの地下を走る自動車専用道路であるフランクリン D ・ールーズベルト・イースト・リバードライブの第2区間として建設された。この地下道は1951年4月11日に開業した。この道路はバッテリーパークの地下を走り ウエストサイドハイウェイとサウスストリートバイアダクトの間をつないでいる。それぞれの方向に2車線ずつ走る。このプロジェクトはブルックリンバッテリートンネルの開業後すぐに完成し、このトンネルと FDR ドライブ直通できるようにした。2005年国道 9A 号線の改修中、 バッテリーパークアンダーパスの天井は北に約80フィート拡張され U ターン車線と歩行者自転車用の施設が設置された。ハリケーンサンディによってこのトンネルには海水が浸水し大規模な改修工事が必要となった。このトンネルの FDR ドライブ側を北に延伸させる計画は3度持ち上がった。 ウエストサイドハイウェイと接続する西口、ありがとうございます。